大倉氏は、文後国北軍。現在の大分県北市の次元山周辺を拠点に、北軍の一部を支配していた地方の土豪。鎌倉幕府、室町幕府政権下の御家人。山和の林大倉氏族の諸家を称する。文後大蔵氏とも呼ばれ、地名を取って、北市とも称した。意味名の通詞は、久氏。大友氏系では、親を当てる。家紋は、須浜門を使用した。 本校は、大倉氏族日田氏断絶後の中原生大友氏流の日田氏についても併記する。平安時代後期、11世紀終わりから1432年まで、400年弱の間、長広の代の,の835年から16代、長津住の代の,の1444年までの590年、あまりの間の日田地方を支配した。文後の大倉氏は、古代に、 九州の北地方を支配していた草壁氏に代わって、北軍事になった。また、義人軍事ともされる。くらいは、三位であって、県業を称する。その後、北での地位を確立していった大倉氏は、中央の貴族に従属して、勢力を確固なものとしていった。鎌倉時代には、源氏方に加勢したことで所領が安堵され、鎌倉幕府政権下のご家人に取り立てられた。 室町時代には、室町幕府近似のご家人である方向集であった。文化面においても、大倉氏は、大原八万宮や栄光寺、竹林寺を造園し華やかな文化を形成していったが1444年、身内の家督争いによって16代で滅亡し、大友氏より養子を迎えて、大友氏系で、日田市を再興したが、その大友日田氏も6代で系譜が途絶える。 文後の大倉氏は、上記の所流とされるも、現存する資料も少ないために、出自は定かではない。そのため、系府上もはっきりとしたことはわからず、上和年間に任期が満了した後も北に土着した、文後国史、中井王の子孫説のほかに、日向高千穂神社の主催人、三毛入りぬ命末永説や、大倉氏の祖とする東漢生のあちおみの子孫の説などがある。 834年頃に、中井王の子孫という豪族が北に土着した記録があるも、その一方、宇佐を本拠としていた鬼倉大部長博が北について、大倉日田氏となったという説もあり、虎井の旗氏の系統とされるものまであり、定かではない。この日田氏は、北城及び大倉館、現在の次元山公園を拠点に映画を極め1444年まで5 9十。 四年まで保った。しかし、十六代長包は家督を譲られるも、十五代永州の死後、千四百四十四年、永州に追放されていた永吉美が家臣たちに煽られ、その家臣、今村様を使い、当主の長包を暗殺せしめ、その後を継いだ。しかし、その永吉美も反乱を起こした家臣により、亡命先の美の国で殺害され、 ついに大倉日田氏は断絶した。その後、中原聖大友氏から衛生を養子に迎え、16代大倉長包の姉を妻として、再高を果たす、大友氏流日田氏の始まりである。日田氏は大友氏の影響を受けるも、大友氏本流の支配下にはなく、室町幕府近時のご家人という立場もあり、独自性を保持したが、1548年に、 その大友支流日田氏も断絶した。以降は、本家の大友義明が選出した旧文を、大倉氏一族の軍老8名が、武行職として政治を取り行うことになった。戦国末期、大友日田氏最後の当主ひたお小の子、日たちかなは大友義宗に仕えたが、文禄慶長の役に従軍し、朝鮮にて戦死した。 豊タカでは853年から910年まで、長広が北軍事を務め北大蔵氏の子孫となったとしているが、200数十歳生きたなどの逸話を残しているためその実在についてはつまびらかでない。大倉長城は大倉栄光の着子とされるが何代目であるかは定かではなく、矢野定一は筑後国史で、豊タカは毛炭が多いとして文後大蔵氏の初代とし、 文語国北軍辞職次第には、大倉六65代とあり、豊か二式では長広を二代として、長木を三代としている。文語の大倉氏の人物として、伝説の域を出て歴史に登場する人物である。本名を、北木大部大倉阿ー長木という。俗に、北丼とも呼ばれる。五二条指通記では、長木という表記で登場する。他、小雨期中雨期 未同関白記に登場する。相撲の名手であり、京で行われた、相撲設へに出場した記録が残り、文後国北軍辞職次第には、相撲設へに10回出場し無敗であったとある。昔話には、出雲商家者との取り組みが語られ、同様の伝説が、豊かに式に載る。大原八万宮の大鳥居にある、大波良や小屋神寮の変額の書は、長きの相撲設へ勝利記念に、 大江正房が書いたものであると、同神社に伝わる。長木を祀る日田神社は、相撲の神として、各界の通景を受けている。1104年計からの帰りの道中、風を引き大声小にて没したと言われる。日田市の使用門は、鬼須浜。長木が、御三条天皇から玉物組みされた門と伝わる。異行図案に頭頂部が、天井のものがあるが、こちらは、剣須浜という。 ケンス浜は、在津市など、日田市の処刑や末裔が使用している。他日田神社や大原八幡宮の社殿装飾に見ることができる。日田記には、本来の日田市の家紋は、図案は不明であるが、左密度も絵とある。歴代当主に関しても小説があり、郷土資料の記述では何、違いがあるなどの不鮮明な部分がある。正しい系譜は不明であるため、 以下は一部の郷土資料をもとにしたものである。以下は、参考に、宇佐松英説と、中用子孫説を系譜で表した。以下、数字は、歴代当主を表す。文語国北軍辞職次第での系譜は、大友田氏の四大地方から以降について六大親将の、後ではなく、五大親級の子、親将に続く。系譜の参考文献は以下による。ありがとうございます。